はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は皆さんがちょっと気になっているダブラー2、これを実験的に購入しました。まだまだ完成品というふうには考えていないんですけれども、それにしてはちょっと高いですよね。28,000円という値段ですけれども、ですから、まあ、僕のようにプラグインを実験するというのが主目的な人間でないと、なかなか購入するというのは一試案、本当にいけるのかなというのがあると思うんですね。まあ実際どのようにして使うかということをアップしてみます。でもファーストインプレッションという意味で言えば、今右の方でこうぐる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 動いていますけれども、なかなか僕のように音程が良くなかったら、自分が指定したキースケールに合わせてはくれて、その間の半音とかは出力はしないですけれども、例えばドとシの間とかミとファの間というのは半音しかないですよね。そこらの音程が悪かったら引っ張られたりしますので、使い勝手がある程度は限定される。でもこのテクノロジーとしては素晴らしい。ミディキーボードとして動くということで、これはプラグインじゃありません。今スタジオ1の画面に載っていますけれども、これはスタンドアロンで動いてまして、それを最前面で固定するような Windows アプリで固定をしています。ですから最前面で見えてるというわけです。まあ話はそこそこにして、ちょっとテストをしてみたいと思います。今はどういう状況かというと、ダブラー2から MIDI キーボード入力的に設定をしています。その設定を話します。どの DAW でも同じことですけれども、MIDI のキーボード入力をこのように設定しています。スタジオ1の場合はこのように名前をつけて、これをインストールしたら勝手にダブラー2というポートが出てきますので、そのポートを選んでいます。アフタータッチだけフィルターかけて止めています。このような状態です。これが終わりましたら、今回はマリンバの音にしました。そしてこのマリンバの音ですけれども、最初はこんな感じです。ちょっと聞いてみてください。ドレミファソラ。僕のように音程がこうブレるとトゥル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 なります。このトゥルトゥルをカバーするようにこのマリンバの音にはしたわけですね。どういうことかというと、まずはこのインプットフィルターというのをかけています。これで小さな音と大きな音を振り分けています。今は小さな音も全部入っていっています。ちょっと聞いていただきましょう。ノイズのような音は切りたいので、これをちょっと小さな音は拾わないようにここで上げていきます。これで小さな音は入りません。このようにある一定の音しか入らなくなりました。その代わり表情がなかなか作りにくいですので、ここらはさじ加減というのが必要です。まあこのぐらいにしておきましょう。次にアルペジエーターを入れました。最初はですけれども、これにアルペジエーターをオンにします。するとこのようになるわけです。これでとってもいいような曲を歌えば、なんとか様になるんではないかと思ったわけです。ちょっと演奏したいと思います。この曲は本最近にレコーディングして、今 CD の制作中です。宮崎市の協力もいただいて、また宮崎県のロゴを使ってもいいという許諾もいただきました。作詞は松浦忍さんという方で、
作曲とアレンジは僕の生徒のジェーンさんがやってくれました。僕はそれを監修というか修正をしたり、そしてマスタリングをしたりとかしながら作った曲です。先頭だけまず何もしないで聴いていただきます。はい、こんな楽曲です。いわゆるハワイアンというやつですね。これを宮崎の歌手の方に歌ってもらってレコーディングをしました。じゃあこれでどんな風になるか、まだまだ完成というわけではないですけれども、数回だけ練習をしてやってみました。途中からストリングスも一緒に合わせ技をやってみたいと思います。ところどころで僕の生声を入れたり切ったりしてみます。じゃあやってみます。はい、どうでしたでしょうか。僕の音痴な歌がですね、まあこういう風になるわけですが、もう少しやっぱりこう練習をしないとダメですね。まあ使いかけて今1時間ぐらいですね。ちょっとこうセッティングを合わせたりですね。ポイントというのはですね、ここありますよね。この入力レベル、これを微妙にうまくすること。そしてこういうインプットフィルターがかけれたらですね、小さなノイズはもう拾わないとかですね、そこらのところをうまくやれば案外できると思います。こういうアルペジエーターで、まあいわゆるごまかすというやり方ですね、それをうまく使えばとっても楽しい音楽は作れるんではないか。でも実用的音楽制作
と言えばどうかも分かりませんが、これからの音楽というのはクオリティの高さだけではなくって、こういうのを例えばライブパフォーマンスでやるとかですね、そういうのやったらものすごい受けると思うんですよね。それを僕は提案していきたいなという形で、まあ購入したんですが、もう少し安ければ嬉しいという感じですね。はい、皆さんも新しい音楽の一例としてですね、考えてみてはいかがでしょうか。それでは長い時間ありがとうございました。村長スタジオでした。